はい、こんにちは、美容師の野です。今回の動画に関しては、こちらこれダイソーで買ってきたヘアカッターです。これちなみに4段階にスキル量が変えられるヘアカッターということです。すごくね、便利そうです。で、こちらセリアで購入してきましたヘアカッター、これもね、なかなかいい感じかな。使いやすいそうな自然な感じに薄くするヘアカッターという感じでね、これ100均2つとも、これね、ちょっとね、使っていてどんな感じに切れるのかについてね、お伝えしていきます。なんか見た感じはこっち4段階に切り分けられるので、こっちのダイソーで購入したヘアカッターの方がかなり用途が広いんじゃないかなと思います。こんな感じでね、4段階に、まあスキ量、普通のヘアカット機能とスキ量が多め、中ぐらい、少なめっていう感じに変えれます。で、こちらはまあ2段階ですね。カットしたい派と、それと量をちょっと減らしたいかな。もうその2パターンの、ね、用途が使えますけど、まあこれどっちにしてもね、かなりね、いいんじゃないかなと思います、個人的には。なのでこれをちょっとね、使って実際カットしてみてね、やっていこうと思います。はい、じゃあこんな感じで毎日僕、美容についてや髪の毛について、そして商品、シャンプー、トリートメント、スタイリング剤についてもね、配信してますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして過去にはシャンプーのやり方だったり、そしてトリートメントのね、つけ方、効果的なつけ方、そしてそんな感じでね、白髪についてもね、発信してますので、ぜひね、過去の動画もご視聴よろしくお願いします。で、今日ね、最後までご視聴いただけると、これね、セリアとダイソー、違いっていうか、まあ見た感じも違いますけどね、まあどちらにせよすごくね、いいものだと思います。100均にしてはです。はい、なのですごくね、いいんじゃないかなと思うことが分かりますので、ぜひね、まあもし購入して自宅でカットとかしようと思うなら、こういうのを使ってみてもね、参考にしてみてください。ということでね、ちょっと実際今日ね、カットしていってみます。では、こちらダイソーで購入してきたヘアカッター、そしてこちらセリアで購入してきたヘアカッター、こちらをね、2つともちょっと使ってみようかなと思います。まず最初に注意点がありますけど、このヘアカッターを使う際は髪を濡らしてからやってください。そう、なぜかというと、乾いている状態の毛をヘアカッターでカットしてしまうと、髪のダメージ原因になったり、そしてパサつきの原因になったりしますので、なるべく濡らした状態でしていってください。じゃあまずね、こちらダイソーのヘアカッターのキャップなしということは、まあ長さを切れる、あとスキ量多めのタイプのね、それをちょっとね、使ってやっていきます。ちょっとね、カットしていきます。よし、まずカット機能は普通に切れますね。ちょうどいい感じに切れます、こちらに関しては。次にこちらセリアのヘアカット機能ですね。そちらのね、この上の歯ですね、上の歯でやっていきます。と、上の歯、こっちか、切れますね、普通に切れます、こんな感じでね。どちらかというと切れやすさは、まあ、こう歯を見て言うと、こっちの方が、このダイソーで購入したヘアカッターの下の歯の方が切れ味がすごいですね。で、こっちのセリアの方が若干柔らかいというか、そんなに切れないですね、こっちの下の方が。で、次ね、スキ量多めかな、多めのダイソーの方でちょっとね、すいてみます。まあそれなりにいい感じにダイソーの分はつけます。そしてついでにキャップつけてダイソーの方でやってみます。じゃあ次にスキ量中ぐらい、これを櫛で、それなりに取れます。で、次ダイソーのスキ量少なめ、ほんと少なめですね、キャップを変えて。かなりね、つきにくいですけど、スキ量は本当にね、ちょっとしか取れないので、まあ比較的失敗は少ないかなと思います、このダイソーの、あのスキ量少なめを使えば。で、次セリアのね、ス
き量がすくタイプですよ。すくややすけるという感じの刃でちょっとカットしていきますね。うん、簡単に言うとこれのダイソーでいう中ぐらいかな、中ぐらいの感じですけるかなっていうかな、僕のカットした感じではという感じになります。なので比較的こちらダイソーの方は用途がかなり多いので、キャップを取れば普通のカット機能もあるし、すき量多めで、キャップをつけてすき量が中ぐらい、そしてすき量少なめにもできます。ただまあセリアの方の切れ感は確かにいい、優しい柔らかい感じにはなりやすいです。ですがちょっと使い勝手は、まあカット機能とすき量が多分中ぐらいかな、中ぐらいかなっていう2パターンのねのが使えますね。まあどっちがでいいかというと、そうですね、ダイソーの方が用途が多いので結構ねこっちは個人的にね好きかなという個人的な結論になります。はい、ということでちょっとやってみました。こちらダイソーのヘアカッターとセリアのヘアカッター、まあ切れ感にしてもどちらにしてもね、まあまあ100均にしてはすごくねクオリティが高いなと思いますし、全然切れなくはないし、まあこれを使っても全然いいかなと思います。ただ最初も言った通り、これを使う際は髪を濡らして切ってください。なぜかというと、どうしても痛みの原因とかダメージの原因につながっちゃう可能性があるので、なるべく濡らしてカットする。でも濡らしてカットするっていうことは、どうしても乾いた状態が若干ちょっと長さが短くなる、乾けば短くなるんですよ。それを想定してカットしていくことがいいかなと思います。なので前髪とかを例えば濡らしてこれで使うときは、かなり長めの設定でしていった方がいいかなと思いますね。もしねこういうヘアカッターを使う際はその点をお気をつけてお使いください。で結論としては、僕個人としてはまあ切れ感はねそんなに変わらないですけど、こっちは用途が多いです。ダイソーの方がね、まあキャップを取ればそう普通のヘアカット機能でスキ量多めで、ヘア、キャップをつけてスキ量中ぐらいで、キャップを変えてスキ量少なめ、この4段階にもできます。でセリアの方もまあ確かにいいですよ。カット機能とそしてスキ量がまあ普通ぐらいかな、うん、そんな感じです。なのでまあ非常にね、どっちがどっちかって言われたら、まあこっちが用途が多いんでこっちがいいのかなっていう気はします。ただまあ最初さっきも言うように切れ感はほぼ同じです。なのでまあもし使う際は、うん、まあそれこれをこの動画を参考にしてね、まあやってみてください。ただね、まあこっちはコンパクトなんで、こっちよりもあのセリアンダイソーよりもコンパクトなので、まあ子供さんとかまあねそういうちょっとしたところにも全然使えますのでね、その点はねこっちはいいかなということになります。それが僕の結論でした。はい、ということでね、ダイソーとねセリアの違い、セリアのねについてねお伝えしていきました。こんな感じでね毎日ね美容についてや髪の毛について、そしてね商品についてもね毎日発信してます。そうです。なのでチャンネル登録よろしくお願いします。そしてね、よければですグッドボタンもねぜひぜひよろしくお願いします。それをしてもらえるとまたねちょっと気分的にも上がりますのでね、ぜひねそこはねお願いしますので、はい、ということでね、またねこのダイソーセリアシリーズとかもね続けてやっていこうかなという感じではいますし、あとね、まあ、3月4月はね商品が結構ね、あの美容の商品とかあのシャンプーとかね、さまざまな商品のね発売もありますので、それのちょっとレビューをしてみたりとか、さまざまね発信していきますので、ぜひね今後もご期待よろしくお願いします。はい、今日もね最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまた明日、バイバーイ。